よろしくお願いします。お願いします。お願いします。改めてすいませんが自己紹介してもらっていいですか。はい、西本イズザマウス西本と申します。西本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのなんかひょんなことから、はい、ドキドキキャンプの岸くんが、はい、なんか T シャツ着てて、そうですね、それがなんか子供の写真で、はい、僕てっきり僕はあのラサール石井さんみたいな感じで、はい、自分の子供でなんかそれボケなんか僕に合うからボケてんのかなと思ったら、はい、いや違いますと、はい、ということであのその子供が大人になったらこんな風になりましたって言って西本さんの画像を見せていただいて、そうですね、ちょっとびっくりして、はい、見ましたその映像は。ですよね。え、多分あのファッションデザイナーっていうではなくてトータルどういう、そうですね、トータルまあデザインもしつつなんですけど、はい、ディレクションっていう感じで、まあ、西本イズザマウスっていうブランドがあって、それは一応あのカルトのブランドというので名付けてやってるんですけど、まあ、宗教なんですけど、一応あの僕が預言者っていう立場でやらせていただいてて、うん、赤ちゃんが神様、その声を聞こえるの聞こえるというかあの翻訳できるのが僕っていう感じになってる、うん、そういうあのシナリオでスタートしたんですけど、それでシナリオでスタートしたんですか。はい、そういうシナリオでもともとなんかこうなんかこうある日突然なんか降りてきたみたいなんじゃなくて、もうあのシナリオでシナリオがちゃんとあってそれに沿って僕が動いてる感じなんですよなんか未来が見えたりはしないですか。全く見えないです。そうですか、はい、そうですか、安心しました。 はい、もう全然見えないんで。もともとでもあれですか、あのアパレル勤めてらっしゃったんですか。そうですね、はい、あのビズビムというブランドで16年働かせていただいて、まあいろいろちょっと悪いことでもないですけど、なんかまあ半分もういいよって言われたんでちょっとやめて自分でブランド始めました。それ何年前ですか。2年前です。2年半ぐらい前で、まあ西本イズザマウス自体はもうちょっと前からあったんですけど、僕も今回その調べたというか、はい、Tシャツなんか世界的なラッパーみたいな方も、そうです、はい、ドレイクさんとかトム・サックスさんとか結構いろいろ着ていただいたり。それは何をきっかけに着ていただけるようになったんですか。それはなんかあの知り合いが海外に結構自分多いので、あ、それつてで、はい、渡していただいたりとか、まあ面白がって着てもらったりとか。それでなんか一気に広がったって感じですか、世界に。いや、その時はもう全然売ってなかったんで、あの友達にただ配ってるだけだったので、その時売ってれば結構儲かったとは思うんですけど、ちょっと後付けでスタートしたので、でなんか、まあ、お笑いの話にちょっとさせていただきますと、はい、お笑い芸人の中でもファッションすごい好きな人がなんかこぞって来てたり、ね、はい、だから子孫の長谷川くんとか。そうですね、長谷川さんは本当よくしていただいて、この前もフィナムさんっていうあの、インターネットの、はい、あのサイトので対談させていただきましたね。それは長谷川さんが間入ってというか。そうです、長谷川さんと僕の対談で、もう本当長谷川さん結構お世話になってますね。ほんまで、あ、そうですか、はい、僕意外と長谷川にお世話してるんですよ。あ、なんか東野さんが僕の T シャツを着てるのを見て、はい、こいつ誰やねんっつったっていうのはあの長谷川さんから聞きました。あ、じゃあ俺知らずにその突っ込んでたんですね。はい、突っ込んでたと思います。多分そうかそうか、はい、なんかやっぱ気になったんでしょうし、あと他にだって大の字の大地くんとかも、大地さんもそう最近来ていただいたりとか。おしゃれですもんね、みんな。はい、あと牧師さんもそうですし、 あと僕の友達があの片焼きそばのあの研究家やってるんですけど、マツコさんの番組に出た時に、はい、マツコさんが30分ぐらい、まああの放映だとまあ 2,3 分にされてましたけど、30分ぐらいその T シャツに食いついたって言ってたので。ああ、そうですよね。マツコさんサイズとかも作りたいんですけど。ちょっと待ってください、もうさすがに突っ込みますけど、はい、なんでそんな顔になったんですか。いやもうこれはもう覚悟ですか、これは。いや、そんなことないです、タトゥーが好きで。ああ、いや、それまずそれ最初
おっかなびっくりみんな聞かれるでしょ。あ、聞かれますけど。もうめんどくさいですか。めんどくさかったらもう聞かないですけど。いや、全然大丈夫です。普通にタトゥーがただ好きなだけで。でも好きすぎません？そうですね。でもなんかここで止めてる方とかいるじゃないですか。首で、首から下、はい、はいはいはい。で隠せば仕事ができるっていう、そうです、理念が俺の中のタトゥーのその中で僕は全然違うなっていうか、全部出てるとこにこう入れたいというか、はい、全部入れたいんですよ。だって聞けばほぼ全身でしょ。そうですね、大事なところと足の裏だけは入ってないですけど、あと全部入ってますね。肛門周りもですか？肛門周りも入ってますね。お尻も入ってますし。逆に聞きたいんですけど、そんなに描くことってあるんですか？なんか被らないんですか？それか同じデザインなんですか？いや、全部違いますね。意味が全部あるんですか？意味は全くないですいいですね、はい、意味全くなく掘ってると。そうです、意味なんかないです、何にもないですさすが、いいですね、はい、意味はないです、ね、なんかそういう、なんか例えば、尊敬するアフリカとかの部族のなんかデザインとか対応にするとか、なんかそう全くないですもう何のデザインもないし、 Google で画像を探してきて、それをこう彫師に渡して、その人がアップデートしてくれるって感じなんで。じゃあなんか失敗しても成功しても正直なところ、はい、デザインとしては別にどっちでもいいみたいな感じなんですか？いや、でも成功は願いますね。一応こういう形でお願いしますって言って、はい、まあ、例えば脇腹とかそんな見ないじゃないですか。あ、そうですね。ほんで、まあ、なっても別にまあ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 、でも成功してるとは言ってたので。あ、そうか、はい、そこはちゃんとシビアに。そうか、そうか、はい。ただ、あんまり顔に入れてる人は日本でいないと思うので。いや、だから逆に言うとなんかまあ名刺代わりというか、まあ、確かに、はい、もう覚悟もあるし、まあ、デザインとかそういう宗教家、自称宗教家、自称宗教家やってるからいいっちゃいいんですけど。そうですね。ただやっぱそのただもうほんまベターなこと聞くと、はい、スーパー銭湯で気持ちいいのに入れなかったり、はい、なんかいろいろ生活する上で面倒くさいこととか、例えばなんか検査とかもなんかできないとか。そうですね、 MRI とかはやけどするって言われましたけど、なんかあれはでも昔の炭のインクがっていうので今は大丈夫っぽいんですけど、まあ銭湯もそんな好きじゃないですし。じゃあ問題ないですね。わかりました。プールも行かないですし、はい、もう行く必要もないですし、はい、で口の中もちょっと、あ、はい、今これ昨日できたばっかなんですけど、はい、グリルっていう金属製の歯にかぶせる、あ、はいはいはい、ラッパーとかがつけてるやつなんですけど、いいす、僕は変な色つけたいので。なるほど。昨日緑と赤作らせていて、まあ、3ヶ月ぐらい待ったんですけど、御徒町にグリルズジュエルズっていうお店があるので。おお、はいはいはい。そこは本当もうめちゃくちゃかっこいいです。そうかそうか、はい、だから僕なんてほんまに、まあ、芸能人ですけど、本当コロナになってちゃんとルールも守るし、はいはい、本当にタバコも吸えへんし、あいや本当にもうどっちかってすごい真面目だから、はいはい、やっぱこうこういう人見るとやっぱ覚悟というか、はいはい、もう退路立って、そうですね、ね、やるっていう意味である意味尊敬するというか。いや、ありがとうございます。高貴な目でも見られるじゃないですか。そうですね、はい、だってこれで街歩くときにサングラスしてたらもうどないやねんみたいな感じになるじゃないですか。そうですね、なんかその目立ちたいんか隠れたいんかどっちやねんみたいな。そうですね、逆にでももう本当にまあ隠れたいですしだってわからんけど一流ホテルとか断れる。はい、ダメだと思います多分。本当に一流のホテルとかは。ただこれで西本さん自身のネームバリューとか言うたら世界的な有名になると一流ホテルもおそらく手のひら返してどうぞ言うんですけど、はい、今が一番きつい時ですよね。今一番きついです。超中途半端ですね。警察とかがいきなりそのね、なんかいろいろカバンチェックとか、はい、そういうのもありますし、尿検査、尿はないですまだ捕まらないでくださいね。捕まんないです、捕まんないです。もうそれこそもう本当そうですね。お願いしますね。でもまあすごい好きなんで。だから本当にこれから本当にビッグなってほしいなと僕は単純に思いますし。いやいや本当になりたいです。でちょっと聞けばびっくりしたんですけど、はい、うちの会社とちょっと縁があるっ
って聞いたんですよ。あ、そうなんですよね。あの大崎会長、大崎さんが、はい、昔あのそのビズビムの時のお客様で、よく来てらっしゃって、そこでもう1回目になんか気に入ってくれて、僕を自分おもろいなって、はい、でもうその時にあの西庵って呼ぶからって言われて、うん、あのもう友達だから飯行こうって言って、うん、あの 3,4 回誘っていただきましたね。その時は顔のタトゥーあったんですか？あ、もう全部あって、あ、もうこの状態で、この状態でした。自分おもろいなって、はい、西庵、はい、もういきなりそんな感じで、で1回目名刺渡されて、2回目来た時にじゃあ飯行こうっていう感じで、うん、四ツ谷の方のお寿司屋さん連れてってもらったりとか。あ、そうか。だからもう大崎さんの、だから言うたら乗客、お寿司屋さんがその乗客の連れてくる人やから、はい、立派な、さぞや立派な方みたいな。そうです、そうです、そうです。もうなんか結構緊張して。え、四ツ谷のお寿司ってあの寿司ショーですか？だとあの、美味しんぼで。はい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 。はい、めちゃくちゃうまいとこでしょ？あ、めちゃくちゃうまいとこですね。高くて。多分高いと思います。面白い人や。大崎さん、ほんといい人で、なんかもう展示会というか、ほう、もう来ていただいて、お花もくれたりとか、ポップアップショップにも顔出してくれたりとか。じゃあもうちょっとわからんけど、大崎会長から、はい、西庵ちょっと吉本興業のシャレたデザイン考えてよとか。あ、っていうのもなんかお話一回いただいたんですよ。ほうほうほう。T シャツを一緒に作ろうっていう。ほうほうほう。だけど僕の方がちょっと忙しくなっちゃって、それがあの、まだ実現してなかったりするので。だから吉本さん、あの、新宿は何回か行かせていただいたりとか。あ、そうなの？はい。あ、じゃあもう、ほんま仲間、仲間ですね。そうですね。だから吉本さんには本当あの 100年の歴史の本もいただきました。え、あの分厚い、吉本の分厚いやつ。はいはい。いや、 あれちょっと待ってください、西谷、はい、西谷、はい、あれもらってない芸人山本いるんですよ。本当ですか？あれいただきました。え、西谷、あの吉本100年史もらって、はい、もらいました、あれ大崎さんに。いや、こんな、まさかこんな展開になると思わなかったです。はい、なんか本当ちょっと嬉しいです。気に入っていただいて僕も嬉しいです。じゃあちょっと今度僕もちょっとあの誘います、ご飯行きます。あ、ぜひぜひ行きましょう。 お酒とか飲んだら人殴ったりしませんか？大丈夫、大丈夫、全然あの常に謙虚に。本当ですか？してるんで謙虚。あ、だからこうみんな気さくに喋れるんですよね。はい、あのもうそこだけは本当、これで横柄な態度してたらやばいので、本当に謙虚に生きてます。ちなみにあのお父さんとかお母さんとか兄弟とかいらっしゃるんですか？あ、はい、兄弟、弟は結婚してもうカメラマンやってるんですけど。あ、まあだからそういう、まあ、デザインというか、まあ、ファッション関係ですか、分かりますけど。なんか、はい、お母さんとかやっぱりちょっと顔見せたら。お母さん、そうです。いや、でもうちの両親は大丈夫ですね。ああ、じゃあそうかそうか。この前でも久しぶりに会って顔を入れて会ったんですけど、まあさすがにお前どうしたって言われたんですけど、いやでもまあ自分の人生だから自分でケツ吹くんですから、あ、そっかって言ってたんで。ああ、じゃあいいですね。はい、あんまりうるさくないです。ああ、そうか。はい、で特に東京でこの辺りじゃもう住みやすいし、そんな別に他人に干渉する人もいないからっていうことで。うん、そうですね、特に東京だとやっぱり、ね、あんまり干渉されないので行きやすいですね。ちょっとあのなんか野望とか今後の展開とか、なんかこういうのしたいとか、はい、一応言ってたら誰かに引っかかるかわからないし。あ、そうですね、はい、言ってください。一応マツコさんとは仕事したいですね。はい、一回いじられたいですね。地上波どうなんすかね。地上波多分出れないって言われたんで、あ、野望というか5月1日から YouTube が始まります。はい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 、はい、西本伊豆座 YouTube っていう。何するんですか？バンジージャンプとかやろうかなと思って。面白いですね。寝起きバンジーとか、はい、なんか。やられる方ですか？やる方です。な、自分がやる方で。いや、おかしいですか？自分で寝て起きて自分でバンジーする。バンジーするっていう。なんかあの、リアクションがやめろよっていうこともなく自分でやってるから。自分で、はい、もう飛び込もうかなっていうか。一人ウルトラクイズみたいなのしてるんですか？あ、そうですね、一人ウルトラクイズみたいのしたいですね。やっぱなんかあの体張った芸人さん大好きなんで、はい、いや、いつでも言ってくれたらあの僕仕切りますんで。あ、本当ですか？はい、次西庵って言って。ああ、大崎さん
で、そうですね。何してんねんって言って。いやいやいや、本当に。出すな、出すな、出すなとか。いや、ちょっとぜひ、それも楽しみに見てる方も、はい、ぜひ、西庵がチャンネルを持つそうでございます。よろしくお願いします。お願いします。あとは、展示会がありますんで。わかりました。はい。東野さんぜひ、逆。あ、ちなみに、どういう T シャツか、改めて、ちょっとそれ最後、ね、いいですか、ちょっとおすすめの宣伝しておいた方がいいですよ。はい、すいません。いい新しいやつじゃお見せします。はい、すいません。うわ、すげえなー。これは今あの関係者に配ってるんですけど、はい、うわー、いいんですか。はい、嬉しいです、ありがとうございます。で、後ろがこれ神様になってます。あー、なるほど。で、神様が2人いたっていう、はい、ことが去年分かったので。いやいや、その設定にしただけでしょ。その設定に設定にしただけでしょ、はい、これはいつ来たらいいんですか。これはあのだそのメディアとか YouTube に出るときにいつ来たらいいのかだけ教えてください。メディアで来てほしいですね。いや、来ますけど、はい、その日もういきなり来ていいんですか。もう明日でも。はい、あの日曜日のあの松本さんと出てる番組で来ていただきたいです。ああ、ワイドナショー。ワイドナショー。ああ、そうかそうか。あとこれが定番です。定番ですよね。はい、ありがとうございます。かっこいいな。これに東野さんが突っ込んだって言ってました。長谷川さんが言ってました。すいません、はい、いや俺も何も分かってないけど誰やねんこれって多分、はい、すいません、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。特別ゲストの西庵でございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。めっちゃ低姿勢。